はいどうもマギーです今日はですね現在タ,タイムトリップしましてホックスハイズ115話えっ、ー、とひよってるやついるフィーチャリング野外好きに対しましてチュートリアル動画を流したいと思いますまずはどんな動画だったかをプレイバックしましょうどうぞこの中にパーのたちやられてんのに迷惑だって思ってるやついる

チュートリアル動画というのですが結構人気があるみたいですあえてチュートリアル動画をブログで書きますね今日は東京マンジリベンジャーズの佐野万次郎ことマイキーのセリフ「酔ってるやついる?」をどうしてもしたかったでもさ夜の20時に怒鳴り声を上げるのは隣近所にご迷惑やしどうしようと思った結果 野外収録だなって。うん、米マーク。エロネタを期待していた人はドスケベさんだよ。バック。会社から自宅への帰り道、セリフを覚えながら、それとなく、椎名林檎さんの丸の内サディスティックみたいな、青噛んで行ってみようって歌ってみたいじゃん。えっと、マイキーの言ってることが、意味不、意味不とは意味不明ね。な、 方はこちらをどうぞ東京事変丸の内サディスティック概要欄に貼りますねこの曲はバーではとにかく女の子に圧倒的な支持を集めていましたねまた話がそれちゃった海沿い鳩場の夜景の綺麗なところに車を調車して俺は車の中で叫んだ ちょっとあの、周りの様子を見てみましょうね。ちょっと動画はどうぞ。 ククローバーマーバマはセリフ回しであると,、えー、とこの中にパーのダチやられてるのに迷惑だと思ってるやついる、えー、ここでパーとは東京マンジー会3番隊隊長のパーチンのことである。次にパーのダチやられてるのにひよってるやついるこれはマイキーの名台詞です。そしていねえよな。うん 次に、メビウス潰すぞ。敵対チーム、メビウスのことを言ってます。このセリフを、えー、携帯小説、ホックサイズの、えー、サブタイトルのフラッシュバックという物語を意識して、リップスに置き換えてみて収録しました。えっ、ー、と、振り返りブログの序盤はこちらからどうぞ。次に、8月3日。 武蔵祭が決戦だ。ここは本当はフラッシュバックという、えー、携帯小説の中では6月30日純血のジューンブライドは決戦だっていう内容なんですがそ,、えー、そこまで話すとやはりちょっとね言い過ぎかなと思いまして通り部に合わせましたごめんなさい動画編集アプリはビデオメーカーを使っています、えー、とその後、えー、自宅で動画を編集 通り部のアニメにセリフのタイミングを合わせて、あとベタベタと画像を貼り付け、約1時間、ショート動画の編集をしてしまして、YouTube にアップロード。YouTube を始めて4週間目、チャンネル登録者数32人、地道に頑張っております。1000、えー、人の山は派手しなく高いです。米マーク。 1000人を超えると、YouTube の公式から、収益 YouTuber の認定通知が来るらしい。かっこ、総再生回数4000時間の乗る場も含む。で、まあ、前期ばかり。で、いつになったら、マイキーの YouTube をリンク貼り付けするのという、えっ、ー、と、ラカン様のお言葉が聞こえてきそうなので、アップしますね。酔ってるやついるよ。うん、通り部考察。 昨夜は、Twitter&YouTube 仲間のお二人も動画をアップしましたので、合わせてリンクありますね。まあ、ここでは概要欄に貼りたいと思います。その1、主婦フマイマイさん。えー、チャンネル登録者数、186人。内容は、帰宅後の飽き飽きするルーティーン。子供に寄っていく荒さ母という内容みたいです。その2は、歌姫のいつくさん。 最初漢字が読みなかったので、ツイッターの中で教えてもらいました。いずくりくは、アナザーバージョン。えっ、ー、と、その他、新人小説家のアムミヤシオリさんとも繋がりましたが、波長が合わなかったのかブ,スブロックされちゃいました。まあいいか。で、えー、ホックサイトの本編にきたいと思います。えっ、ー、と、サムネイルも貼りますね。サムネイルは9対16の 画面になっちゃうから、画面が消えちゃうので、文字入れはアピールできるようにすると、全体像からすると微妙な位置になっちゃいます。うん、以上です。ありが、えっ、ー、と、ご清聴ありがとうございました。ご清聴ちゃうな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。終わります。ありがとうございます。